アウディ A6、A6、A6 はドイツの自動車メーカー、アウディが製造、販売している高級乗用車である。1968年から販売されていたアウディ100の後継モデルとして販売されている乗用車である。セダント、アバントと呼ばれるステーションワゴンがあり、駆動方式は前輪駆動かクワトロと呼ばれる四輪駆動である。欧州では、 E セグメントに分類される。アウディ100の最終モデルをマイナーチェンジし、名称変更することにより発売された。1997年にフルモデルチェンジされ、セダンは4ドアモデルとしては、驚異的な0.28という c d 値空気抵抗係数を実現している。本国では、直列四気筒点八リットルから V 型八気筒点二リットルまで八種類の、 エンジンがラインナップされたが、1997年に日本に導入されたのは、FF の2.4リットルと2.8リットルクワトロのみであった。2001年に2.4リットルクワトロと2.7リットルターボクワトロが加えられ、さらに2002年には3.0リットルクワトロが加わることで日本でのラインナップが完成した。トランスミッションは、 ティプトロニック機構付き5速 AT が基本であるが、2002年以降の FF モデルでは CVT が採用された。安全装備として全車に、デュアルヘッドレベルエアバッグ、ESP、エレクトロニックスタビリティプログラム、イブド付き ABS、EDS、プリテンショナー付きシートベルトを標準で着する。日本人デザイナー和田里氏によるスタイリング。寸法は、 アウディ A4 とアウディ A8 の間に位置する。2005年世界、カーオブザイヤー受賞。2005年には、1986年に放送された、100の CM のリバイバルで、スキージャンプ台を登り切る CM が放送されたことがある。アウディが高級車のベストセラーとなっている。中国市場では、ホイールベースを拡大した A6 リットルという、モデルのみが販売されている。 2004年7月から販売されているセダンと2005年6月から販売されているアバントと2006年8月から販売されている SUV とステーションワゴンをクロスオーバーさせた A6 オールロードクワトもあった V 型6気筒、V 型8気筒のガソリンエンジンを搭載している4代目4 g 系、c 7系、イノベーションリーダースループログレステクノロジーを コンセプトに先に登場していた A7 と共通するデザイン要素などを多く取り入れ、2011年1月のデトロイト賞で発表され、欧州では同4月から発売が開始され、その後7月頃までにタイ、マレーシア、シンガポール、オセアニアなどの右ハンドル諸国でも発売が開始れた。4代目の大きな特徴は環境性能の向上で C7K から 新たに導入されるアルミニウムとスチールを組み合わせた軽量化技術アウディウルトラライトウェイトテクノロジーをはじめ採用。当初はガソリンモデルは V 型6気筒2.8リットルとスーパーチャージャー付けの3.0リットルの2種類でディーゼルモデルは V 型6気筒3.0リットルとクラストップレベルの環境性能を誇る直列4気筒2.0リットルターボディーゼルエンジンが用意され、 さらに遅れて、直列4気筒二2.0リットルガソリンターボ、最大出力 211PS に、最大出力 45PS のモーターを組み合わせ、二次電池に、蓄電容量 1.3kWh のリチウムイオン二次電池を使用し、最大 3km を最高速時速 100km で、ゼロエミッション走行できる、ハイブリッドが発売された。 ワゴンモデルのアバンとクロスオーバータイプのアルロード、クアトロも欧州市場において2011年11月と2012年2月に、それぞれ投入された。2011年7月下旬マイナス8月中旬。ティーザー CM を放送。2011年8月23日。セダン発表、発売。ラインナップは、V 型6気筒2.8リットル直噴、2.8。 フシークアトロと V 型6気筒3.0リットル 3.0TFSI クアトロの2種類である。2012年2月9日、アバントの国内導入を発表、発売。ラインナップはセダンに準じる。また、燃費が改善され、形式戦闘が ABA- から D- に変更される。2012年8月21日。 アルロードクアトロ2012年モデルの国内導入発表 Q7 の販売に悪影響を与えないように300台の限定販売となった2012年9月24日ハイブリッドの発表発売駆動方式は燃費効率を重視し全輪駆動のみの設定となった2012年12月ボディカラーの変更グレーシアホワイトメタリック ブリリアントブラックが追加、ハバナブラックメタリックが廃止。2013年7月、時速 60km 以上での走行時に車両が、車線を検知し、走行車線を逸脱すると、ステアリングを操作して、自動で軌道修正を行う機能。アウディアクティブレーンアシスト3.0。TFSI クアトロに、標準装備。2.8フシクアトロは、既存オプションである。 プレセンスパッケージの装備内容に追加。2013年10月15日、アルロードクアトロ2013年モデルの再販売を発表。200台の限定発売となった。2014年2月11日、ラインナップ追加。直列4機当然リンク駆動の 2.0TFSI が追加される。 2014年4月、消費税率改定に伴い価格変更。2014年7月22日、2 8フシークアトローベースに、S ラインパッケージ、LED ヘッドライト、プライバシーガラス、アウディスポーツチタンルック5、アームローターデザインアルミホイールなど特別装備した、限定車、スラインプラスを発売。セガン、アバンと共に100台ずつの限定販売となった。 2014年8月18日、アルロードクアトロー、カタログモデルとして発表。ボディカラーの変更。ブリリアントブラックが廃止。2015年7月30日、マイナーチェンジ。マトリックス LED、ヘッドライト、オプションの採用や、衣装変更、ボディカラーの変更などを行った。ナビもオペレーターサービスや Google との各種連携機能。 wifi スポットなどの機能を備えたとアウディコネクトが全車標準装備となる。グレード構成は2.0 tfsi 2.8フシークアトロハイブリッドを廃止し直列4気筒1.8リットル直噴、1.8tfsi 直列4気筒2.0リットル直噴、2.0tfsi クアトロ 3.0tfsi クアトロ及び アルロードクアトロを設定。2016年10月20日、一部仕様変更。今までオプション設定されていた S ラインにエクステリアがセダン、アワンに標準装備となった。また S ラインパッケージ装着車はグリルが S6 と同じデザインのものが採用された。グリルカラーは S6 がマットグレーに対し A6S ラインがマットブラックとなる。 同時にボディカラーも変更。またドールレッドメタリック、ゴットランドグリーンメタリック、ムーンライトブルーメタリック、アルロードのみに、設定のあったジャバブラウンメタリックが、エダン、アバンに、アルロードクアトロに、双方ブラウンメタリックが追加。ミサのレッドパールエフェクト、ブリリアントブラック、ハバナブラックメタリック、アビエーターブルーメタリックが廃止。 2018年1月、価格改定、同時にボディカラーの変更。またドールレッドメタリック、ゴットランドグリーンメタリック、双方ブラウンメタリック、セダン、アワノミジャバブラウンメタリックが廃止。マイナーチェンジ前、3.0TFS アイクアトロ、V 型6気筒3.0リットル直踏みエンジン、スーパーチャージャーにエストラーノック、7足、DCT を組み合わせる。 駆動方式は、前輪駆動。シート表皮は、本革仕様、ミラノ2.8フシークアトロの装備にシートヒーター、リア、アダプティブクルーズコントロール、パドルシフト、電動チルト、テレスコピックステアリングコラム、4ゾーンデラックスオートエアコンディショナー、全、鉱石左右独立、リアサンブラインド、ハイビームアシスト、プレセンスプラス、プレセンスの機能に加えて、ブレーキガード、 サイドアシスト、アクティブレーンアシスト、2013年7月以降等が追加される。ホイールは19インチ15、スポークスターデザインアルミホイール、2.8フシークアトロ、V 型6気筒2.8リットル直噴エンジン 2S、トラーノック、7速、DCT を組み合わせる。駆動方式は、前輪駆動。シート表皮は、レザー、パーシャルレザー。 2.0tfsi の装備に加え、LED インテリアアンビエンスライト、シートヒーター、フロントが追加される。ホイールは18インチアルミホイール、2.0tfsi 直列4気筒2.0リットル直噴エンジン、ターボに、マルチトロニック、CVT を組み合わせる。駆動方式は、前輪駆動。シート表皮は、エフェクトクロス。バイキセノンヘッドライト。 LED テールライト、クルーズコントロール、ミ、マルチメディアインターフェース、ボーズサラウンドサウンドシステム、インテリアアンビエンスライト、電球照明、アウディプレセンス、デラックスオートエアコンディショナー、全席左右独立などが装備される。ホイールは17インチアルミホイール、ハイブリッド、直列4気筒2.0リットル直噴エンジン、ターボモーターに、ティプトロニック、 8速 AT を組み合わせる。駆動方式は、前輪駆動。セダンのみの設定。シート表皮は、レザー、パーシャルレザー。2.8FC クアトロの装備に加え、LED ヘッドライト、ハイビームアシスト、サンリューフ等が追加されるが、サイドエアバック、リアはハイブリッドのみ、標準装備されない、オプション設定あり。ホイールは18インチアルミホイール。 アルロードクアトロ V 型6気筒3.0リットル直踏みエンジンスーパーチャージャーにエストラーノック7足 DCT を組み合わせる駆動方式は前輪駆動ワゴンのみの設定エクステリアは SUV テイストとなり専用エクステリアとなるホイールは18インチアルミホイールマイナーチェンジ前のアルロードについては12年限定発売モデル 13年限定発売モデル、14年のカタログモデルがあるのでここでは説明を省く。マイナーチェンジ後、3.0TFSI クアトロ。V 型6気筒3.0リットル直踏みエンジン、スーパーチャージャーにエストラーノック、7足、DCT を組み合わせる。駆動方式は、前輪駆動。シート表皮は、ミラノレザー。 2.0tfs アイクアトロの装備に、アダプティブクルーズコントロール、電動チルト、テレスコピックステアリングコラム、プレセンスプラス、サイド、アシスト、アクティブレーンアシスト等が追加される。ホイールは18インチアルミホイール、2.0tfs アイクアトロ、直列4気筒2.0リットル直噴エンジン、ターボニエストラーノック、7速、DCT を組み合わせる。 駆動方式は、前輪駆動。シート表皮は、パーシャルレザー。1.8tfsi の装備に加え、アンビエントライティング、シートヒーター、フロント、アウディプレゼンスベーシックが追加される。ホイールは18インチアルミホイール、1.8tfsi、直列4気筒1.8リットル直噴エンジン、ターボニエストラーノック、7速、dct を組み合わせる。 駆動方式は、前輪駆動。シート表皮は、エフェクトクロス。バイキセノンヘッドライト、ハイビームアシスト、LED テールライト、クルーズコントロール、ミマルチメディアインターフェース、ボーズサラウンドサウンドシステム、ライティングパッケージ、アウディプレセンス、デラックスオートエアコンディショナー、全席左右独立などが装備される。ホイールは17インチアルミホイール。 アルロードクアトロ V 型6気筒3.0リットル直踏みエンジン、スーパーチャージャーにエストラーノック、7足、DCT を組み合わせる。駆動方式は、前輪駆動。バゴンのみの設定。基本装備は 3.0TFSI クアトロの装備に、加え、フロアマット、リア、アダプティブエアサスペンションが装備される。エクステリアは、SUV テイストとなり、 専用エクステリアとなる。ホイールは18インチアルミホイール。マイナーチェンジ前。LED ヘッドライトハイブリッド以外に、オプション設定。プレセンスパッケージ 2.0TFSY、SI、2.8FC クアトロに、オプション設定。アドバンスドパッケージ、サイドアシスト、アクティブレーンアシスト、リアサイドエアバッグ電動調整ステアリングコラム、リアシートヒーターハイブリッドに、 オプション設定。SE パッケージ 2.0TFSI 2.8FC クワトロにオプション設定。レザーパッケージ 2.0TFSI にオプション設定。S ラインパッケージハイブリッドアルロード以外にオプション設定。コンフォートシートパッケージ全車にオプション設定。マイナーチェンジ後リアコンフォートプラスパッケージ全車にオプション設定。 パークアシストパッケージ全車にオプション設定。アシスタンスパッケージ 1.8tfsi 2.0tfsi クアトロにオプション設定。コンフォートシートパッケージ全車にオプション設定。S ラインパッケージアルロードを除く全車オプション設定。マイナーチェンジ前、アイビスホワイト、ファントムブラックパールエフェクト、ハバナブラックメタリック。 ブリリアントブラック、ムーンライトブルーメタリック、アイスシルバーメタリック、ダコタグレーメタリック、ウーロングレーメタリック、アークティックシルバーメタリックハイブリッドのみ、ジャバブラウンメタリック、アルロードクアトロのみ、アウディエクスクルーシブによる、スペシャルボディカラー、マイナーチェンジ後、アイビスホワイト、グレーシアホワイトメタリック、ミサノレッドパールエフェクト、セダン、アバン、S ラインのみ、 またドールレッドメタリック、ゴットランドグリーンメタリック、ミトスブラックメタリック、ハバナブラックメタリック、ムーンライトブルーメタリック、アビエーターブルーメタリック、セダン、アワノミ、ジャバブラウンメタリック、フロレットシルバーメタリック、カラットベージュメタリック、双方ブラウンメタリック、アルロードクアトロノミ、アウディエクスクルーシブによるスペシャルボディカラー。 ドイツ本国では2018年2月28日セダンが発表2018年3月の第88回ジュネーブモーターショーで正式に公開された。2018年4月中旬にはアバンを発表。2019年1月に A6 リットルロングバージョンが公衆で発表され、2019年6月にアルロードクアトロも発表している。プラットフォームは マルブ丸となり A7 予備 A8 と同様のものとなる。またこのモデルは 48V マイルドハイブリッドシステムを搭載しており、仙台、4G、C7 と比較し、車両重量が約 200kg 重くなった。また、オプションで HD マトリックス LED、ヘッドランプやレベル3までの自動運転が可能なレーザースキャナーシステム。 後輪が最大ほど高くするオールホイールステアリングなどが設定入れており、先進装備も充実している。インテリアには新しい操作コンセプトが採用されており、ダッシュボードとセンターコンソールに2枚の液晶画面が配置されており、物理的なボタンはほとんどない。また、先代の海のように手元のボタンで操作するのではなく、すべてタッチパネルにて、 直感的に操作する仕組みになっている。メータに関しても A6 で初めて液晶メータ、バーチャルコックピットが採用された。2019年3月12日、セガン・アバンの国内導入が発表。2019年3月20日、セガン・アバン発売開始。エンジンは V 型6気筒3.0リットルプラス 48V マイルドハイブリッドのみであり、 発売開始時点でのグレードは 55TFS i クアトロ S ライン 55TFS i クアトロデビューパケッチの2グレードのみの設定となったそのため現在導入されている A6 は S ラインエクステリアのみとなる2019年9月26日2020年モデル発表 55TFS i クアトロデビューパケッジは販売終了となり 55TFS アイクアトロ、ラグジュアリーが追加。S ラインエクステリアだけでなく、ノーマルエクステリアも日本で購入が可能となった。ボディカラーのアイビスホワイトが廃止。エンジンは、V 型6気筒3.0リットルプラス48、V マイルドハイブリッドのみ。55TFS アイクアトロデビューパケッチ。55TFS アイクアトロ、S ライン。 55TFS i クアトロラグジュアリー。ブリリアントブラック。アイビスホワイト。グレーシアホワイトメタリック。ファーマメントブルーメタリック。フロレットシルバーメタリック。カラットベージュメタリック。デートナグレーパールエフェクト。S ラインのみ。タンゴレッドメタリック。S ラインのみ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。